取り、精一杯プレーすることを誓います。こんにちは。プロを目指してるっていう人手を挙げて。プロになるためにはドリブルとトラップとあとキックね、これができないとサッカーのプロでは活躍できないし、まずプロになれません。水コーチもみんなぐらいの時に正直何にもサッカーの知識がなかったから分かんなかったね。教えてくれる人がいなかった。みんなぐらいの時に毎日グラウンドに集まってサッカーの試合だけ、基本的な練習ってほとんどやりませんでした。なのでプロになった時にすごく困って、レベルが上がれば上がるほどしっかり足元で止めなきゃいけない。それもダメ、これだけでもダメ。ちょっとこうやって浮いてる時はちゃんとトラップできてないから、上向いてんだよ足首が、ね、なるべく下向けよう。下向ければ絶対止まるから、上げて頭トラップして、こう絶対に身につけてなきゃいけないよね。ロングシュートもあるね。サイドチェンジもあるね。コーナーキックもある。やっぱバックピンかけなきゃダメだよ。こうやってロングボールのキックのコツって、足首を蹴るときにちゃんと伸ばさなきゃダメ。わかる？足首が上向いちゃってたりとかしたら絶対まっすぐ飛ばないから、しっかり伸ばして、でボールの下ね、ここ切るんだったらつま先のこの辺で蹴ろう。この辺で、そしたら乗るから、そういう基礎技術をしっかりつけよう。それには反復練習が必要だよ。それには自分の根性が必要。やるかやんないかはみんな次第だ。どんだけ自分が活躍したいか、プロになりたいか、そういう気持ちを持ってるか、それが今後か、ね、その今後のみんなにかかってくるから、いいですか？それを忘れないで練習してください。いいですか？はい、はい、なら、はい、撮ります。